赤種目ザメは、種目ザメ科に属するサメ。世界中の暖かい海の沿岸に生息する。全長4.3メートル。種目とは、鐘を叩く、木土のことである。最大で全長430センチメートル、体重152.4キログラムに達する。北西大西洋では、オスは全長1.8メートル、メスは2.5メートルで成熟する。頭部のハンマーは湾曲し、 中央にくぼみがあることが特徴で他のシモクザメ類と見分けるポイントになる。和名の赤とは肌と肉の色に赤みが入っていることからであり外観が赤いというわけではない。白シ,シモクザメは名前のように肉の色が白みがかっていることからその名がついている。2013年11月アメリカサウスカロライナ大学のジョークワトロ教授らの研究チームは アカシモクザメの標本を詳細に分析した結果、外観はアカシモクザメに非常に似ているものの遺伝子レベルで異なる新種の種クザメを発見した。このように形態的分類が困難な生物は隠蔽種として知られ、英名でカロライナハンマーヘッドと名付けられた。今回の新種もその一つである。今回の研究論文は電子ジャーナルズタクサに発表された。熱帯から 温体の沿岸域に生息する。大陸方や島の周辺海域にいるが、海洋に泳ぎ出すこともある。様々な種類の魚、甲殻類、頭塞類を捕食する。また、小型のサメやエイも捕食の対象になる。赤エイ類は尾に鋭い毒針を持つが、赤シモクザメには通用しないらしく、口や消化管内には、この毒針が多数見つかることもある。特徴的な頭部で、 海底付近の A のいる場所を探して掘り出し、そこから A を砂から追い出した後に、頭部を A に打ち付けて弱らせ、さらに A を海底に T 字型の頭部で抑え込む格好にしてから捕食する。なお、頭部は金槌のように使うのではなく、T 字部分全体を相手に振り下ろす形で使用すると、される。体制、体児は、地球内で卵黄の栄養分を使いながら、大きくなる。 メスは9から10ヶ月の妊娠期間を経て、12から38日の子供を産む。生まれたばかりの子供は40センチメートル前後で、ハワイなどでは大きなサメが入ってこない島の浅瀬などに、子供の保育所があり、しばらくの間はそこに泊まって成長する。日本近海には、本種の他に、白シ,シモクザメ、ヒラシモクザメなどが分布しているが、本種はその中で、最も個体数が多く、 日本近海のサメの中でもかなり警戒されている種である。一般的に種目ザメ類はメジロザメ科のサメやホホジロザメほど人を襲うことはなく、死亡例はほとんどないと言われるものの、サメ類全般の中ではやや性質は荒く、本種は海水浴場のような場所や人の足が立つような比較的浅い海域にも進出し、駆除の対象にもなることから、 近寄らないように警戒を呼びかけている。ヒレは食用とされ、肉、肝油などが利用されることもある。水産上重要種ではないが、その肉はかまぼこなどの材料にされる。本種を対象とした漁業による乱獲及び、本格により、生息数は激減している。ありがとうございます。